木野が左、右、聞いた。まあ、あの選手の中だと頭一つ抜けてるのが福田選手で、その二つ抜けてるのが俺だったんで、頭はい、まあ問題ないかな。いやもうほんまによっしゃって思いました。伊藤君やったことあるし、本田選手、宇田選手ってなると宇田選手の方がやりたかったから、シュート時代からも知ってるから。福田選手は自分が格闘技する前に初めてプロの、MMA の試合を見に行った時にメインで試合して KO 勝ちしたのが福田選手です。思い入れのある選手、まあ、でも向こうもやりたかったやろうしね、シュートの時からちょうど良かったんじゃないですか。一応資格って形で入ってきはるから、ちゃんとそこはストップします。どちらかが倒れるか、まあ一本 KO 一本で終わるんじゃないかなと思います。バババーンみたいな感じになるんじゃないかな。結構いろんなところでね、質の高いものが見れるんじゃないですか。ちょっとやりたいことあるんで、それやろうかなと思ってます。ヒリヒリ、次こそヒリヒリ抽選終わってすぐ石渡さんの方に連絡して任せろと、俺が全部丸裸にしてやるという心強いメッセージが来たんです。まあ戦うこと好きなんやなってとこを見せたいかなと思いますね。あ、ほんまにこの人これ好きなんやなって。俺が狩りをするイメージです。狩りです。当日分からせます。一緒に危ない遊びを全うしましょうって何かな。このトーナメントでやっぱり主役っていう扱いを受けてて、まあ、人気のある選手とか思ってます。杉山選手とかの試合とかも見てて、この4人の中では多分総合力で言ったら一番高いんじゃないかなと自分で思ってるんで、まあ、穴が少ない選手というか負けないぞっていう思ってますね。もうやれば絶対食えるっていう、日本の格闘技界の評価をひっくり返したいなって。そうはさせねえよっていう感じの、なんか伊藤勇樹らしい試合を出したいですね。大会終わる頃にはいつも通り笑って終われるんじゃないかなと思ってます。向こうも多分長期戦になりたくないから早く来るのかなって思う。1分もかからないかなと思います、まあ、僕もそこで引いたらその出すとこ出せない、まあ、伊藤選手も根性あるし強いからいい試合になるんじゃないですか。もう合コンになると思います。僕も相手も伊藤勇樹の試合がもう見れてよかったっていうぐらいな、なんか感動を与えたい。知名度ない僕とやっていろいろぶっ壊されるのが怖いとは思うんですけど、潰されてください。潰しますこの治った左手で粉々にするぐらいぶん殴るんで覚悟しとけよ